えー、もぎなおです。私は本物です。眼下吹き抜け骨折の本物の怪我があります。これ認定されてます。だから一熟ぼんでます。私の、えー、代わりはいません。できないんです。顔に大きな怪我を負ってますから、だから、菊池門庫に似てるそれから、化粧して身ごきれいな女それから、えー、顔のこのかさぶたこもない女それは偽物です。 だから私はスピンで堂々とおります。こういう作家賞もありますしね。うん。顔だけで判断つきます。グローバル企業は馬鹿じゃないから顔で判断しろよ。まあ、であるならば、損保ジャパンに密るまで払ってもらいます。三井住友会長の犯罪だから。原乗之原乗之の、えー、茂モテギ事件、も、えー、茂モギ子事件です。モギ紀子は偽物です。今、東京地裁の判事をやってます。 神のオーナー。これが犯罪者の、えー、床のたまものです。えー、神戸の、えー、っと、物件。えー、神戸市中央区下山手に物件を持ってます。えー、アクセサリーショップをダミーショップとして、えー、神戸の番庭のドローンは、イラン製の神風ドローンを輸出販売をしております。えー、このオーナーである藤本す、えー、藤本静子。これが主犯格であり、この人間が、 えー、モテギノリコです。えー、まあ、ですからそれを考えれば、えー、損保ジャパンに5億3000万請求をし、えー、不足分を三井住友会上が払うということになります。まあ、ですから裁判隊がそれを、容赦定起を、あの、配分率を決めます。これは、損保ジャパンが払えば、えー、私に回収、私の債権が回収ができます。えー、理解をしてください。 本人を特定できないということは、アジア人なんか使ってるからそういうことになるんだよ。日本人で、えー、ガキヨシヒロ、それから、えー、根本哲、坂本、えー、す坂本、えー、っと、イム、佐藤康彦、佐藤康それから、えー、佐藤司、そして、斎藤、えー、安彦。これは、あなた方のグループから、あの、排除して、 債務を負わせなさい。私が損保ジャパンに請求を5億3000万払、払えって命令をかけます。そして、えー、残りの不足分は三井住友会長が払います。そういう判決を求めますんで、あとは、えー、まあ、損保ジャパンがどのぐらい私に払って本人にね、怪我を負ってるんだから顔にね、えー、いつもすっぴんだからここにカサブタコンがないとダメなんだよ。うん、本人だってわかりやすいから、えー、それはグローバル企業がバカ、 とか、それから、えー、アジア人がバカっていうことでもない。あの、顔に怪我がない女は私じゃないから。菊池ンコに似てるなんてくだらない話で金を払ってんなら、そんな人間は、えー、あなた方が処分しなさい。肺骨、粉砕骨折、これで争ってるからね。右斜め方向。だから松永っていう老婆は違うから。60で寝るっていうことで、えー、バカみたいに自分の母親でやってても私は結婚してないから。 独身で子供もいない、出産経験ないから。以上、本物のもぎ直子でした。